まあ、この13年前はね、あの前節の都市戦で決まったんですけど、まあ、これあの愛媛戦はねホーム最終節ということで、スタジアムスタンドはほぼ青一色に染まっています。今注目の一戦キックオフされました。まずは愛媛が前線にボールを送っていきます。中村俊輔インスイング、中央笛です。リプレイです。あー、ちょっと蹴りが入ってるというところですかね、ニアのところでマーク潰れてますよね。皆川のところですね、はい、下川ですね。さあ横浜市先制の大きなチャンス、 PK 獲得。決めました皆川、横浜市先制。 J1 自動昇格に向けて大きな先制点が入りました。ここは皆川を収めます。ちょこんと出して松尾です。松尾が持っていく、中を見て横パス、斉藤光介決めた。横浜 FC 追加点、斉藤光介、クラブのアカデミー出身の斉藤光介がチームに大きな追加点をもたらしました。非常にいいコントロールですね。ファーストタッチが非常に良かったと思います。あのシュートもね、中村、あとこの2人が持ったときは長いボールもやっぱ蹴れるじゃないですか。そうですね、ワンタッチで松尾へ、松尾マイナス、左足なんとかブロックという形が横浜市にはかなりできてますので、カルフィンを奪いました。素晴らしい読みですよね今の。さあ奪い返した西岡、中通った有田、わずかに左です。どうなんですかね、見てない、見ないとわからないですけど、ここは右サイド長沼上げていく、飛び込んでくるクロスバー、セカンドどうか。ビルドアップのところはね一番後ろにいましたけど、そこからこう長いランですよね、まあ、完全にこうニア取って不利になりましたけど、ちょっとボールが上行ってしまいましたかね。さあ奪った愛媛、山瀬、近藤、はい、シュートを打っていく、わずかに左に外れました。いや素晴らしいです、山瀬からですよね、これね、神谷がくさびをもらいに来てるんですけど、そのここは一度預けて、ここで試合終了、横浜 FC J1 昇格決定。